そうアイデンティティの三浦明彦です。よろしくどうぞ。今回もこの方です。皆さんザンオスオラのザーマサコ。はい、本日もお願いします。おめえどうしたんだ今日。え、何ですか。なんであんな遠くから始めてんだ。ああ、最初ね。おう、いやいや、いつもね、その冒頭の僕のよいしょが深いっていう意見があったじゃないですか。終わったよ。まあ、よいしょよりもそもそも僕の顔のアップがきついんじゃないかって意見が出てきまして。悲しい件だな。そうなんですよ。なので今回ちょっと引きでやらせてもらったんですけどね、よいしょ。あ、そうだったんか。そうなんですよ。関係ねえぞ。は？いや、おめえの、はい、よいしょ自体が不敬なんだよ。いや、そもそもがよいしょ自体がってことですね。おう、な、引きでやったからって何が変わんだ、おめえ。いやいや、だからね、顔のアップきついから出てよ。大体ね。そんなやりてんか。いや、まあ最初からやっ引きになってまでやりてえことなんか誰にも求められてねえんだぞ。言い方がきついな。いや、いいでしょ、別に。誰にも応援されてねえギャグをやり続ける俺モチベーションがわかんねえよ。そんなに言う？どういうことなんですよ。いや、やっぱね、この動画ね、始めた当初からやってたのでよいしょ。まあ、これからもね、やっていこうと思うんですよ。これからもやっていくんか。やっていきます、僕は。誰にも言われてねえ。よっしゃ、行っちゃってみっか。よかったんかい。なんなんだ、この時間。どこ見てっかわかんねえし。まあ、今回もちょっとね、いや、早い早い早いな。お？初めて見た人なんかわかんねえから。まあ絵を描くんですね、今回も。画用紙があって。そうなんだ。何の絵を早描きしますか。今日はお化けのキャラ。お、お化け。お化けのキャラ、まあお化けっつうか幽霊っつうかな。小平レンジャーなんですか。そんなことねえだろ。いや、だってね、お化けってそんな、まあ、パイから始まるキャラ言っちゃったよね。てか、お化けじゃねえだろ、あいつ。いや、し、まあ死んではいるけどね。だ、あんまり言うなって。いや、もう言っちゃってるから。パイから始まるお化けのキャラ。あいつだろ、お化けっていうか。じゃあ、目標タイムは。目標タイムはタイムね、40秒以内かな。お、まあ早めの設定で行きましょう。よーい、スタート。さあ、いや、まあほぼほぼね、言っちゃってますけど、パイから始まるってもうあいつ以外ないですけど、まあお化けと、まあテレビアニメオリジナルのね、キャラクターですしね。しかもまあまあまあマニアックというか、マニア、知ってますけどね、印象には残ってますし。いや、パイから始まらないですけど、お化けっつったらね、まあゴテンクスのね、技でもありますけども、スーパーゴースト神風アタックもお化け出てきますけど、パイじゃないんで、あいつではないと。他で言ったら、ね、もうまあ、お、早っ。え、かけた。お、39秒。お、いやいや、ね、ギリギリ。じゃあ、完成した絵お願いします。じゃーん。いや、パイ空飯じゃねえじゃねえか、おい。お、パイ空飯書くと思ってたよ、こっちは。誰がペイ空飯書くっつったの。鉛がすごいな。パイ空飯だろ。お、いや、ドラゴンボールのキャラじゃねえし、そいつ。いやいや、ドラゴン、鳥山明先生の、うん、ドラゴンボールの次に連載したコアっちゅう漫画の主人公のパイ風だろ。懐かしいな、おい。いや、名前まで覚えてなかった。パイ風だっけ、そいつ。そうだ。なんでお化けのキャラって言ったらこいつだろ。いや、そいつではねえけど、いや、整列指示お化けとかいるでしょ。そんなもん、なんであんなドッカンバトルで使えるだけじゃねえか。やってんな、アイテムで。やってんな、ドッカンバトル。何がペイ空飯だ。いや、パイ空飯ね。なんで俺がペイ空飯書かなきゃいけねえんだ、おい。僕もパイ空飯つってたよ、なあ。いや、なんで俺がペイ空飯書かなきゃいけねえんだ。何回言うんだ。いや、ドラゴンボールのキャラだと思うでしょ、それは。いや、ペイ空飯なんて別にお化けじゃねえしよ、うん、あの世にいるけどよ。いや、だから言ってたもん、そうやってね。なんであいつあんな強えのによ、うん、死んでんだ、おい。そうだね、あの世一武道会でね。おいたけど、いやいや、もう鳥山作品だったら何でもいいみたいになってるから。おい、おかしいです、それは。いや、だからそれはオラが決めることだろ。いや、一応ね、あなた悟空の声でやってるわけですから。なんでオラが、なんでオラが書かなきゃいけねえんだよ。それがパイ空飯だよ。うまいな、ほんで。お、いや、素直にそれ書けや、書けるんだから。なんなんだ、おい。いや、こっちのセリフだよ。ブワーン、おい、そろそろ起きねえとやべえじゃねえのか。ブワーン、おい、そろそろ起きねえとやべえじゃねえのか。なんだそれは。これはオラが小学生の時に使ってた目覚まし時計の。知らねえよ、知らねえよ、おめえが使ってた目覚まし時計。これで毎朝起きてたんです。いや、そうなんか好きだな、ドラゴンボール。ほんとね、いい加減にしろ。こっちのセリフだよ。何なんだ、何なんだ、おい。いやいや、なんで切れてんの、やらない、やらねえよ、野沢さん、そんなこと。な、どうした、どうした。ガモン。いやいやいや、北東に2300キロ。いや、なんで30分で戻ってくる。いや、知ってるけど、なんでタオパイパイだ、急に。野沢さん、いや、何それ。
何その柱、どこにあったの。いやそんな、何だと。え、そんな柱でもなかったしさ、なんで急にタオパイパイの再現だよ。うっせ、ぶっ殺すぞ。口悪いな。もういいわ、気はすんだか。じゃあもうそこで締めのセリフお願いします。次もちゃっちゃ見てくるな。